今回の企画は超巨大な山を真っ平らにするまで終われません。ある人物に呼び出されたドズル社メンバーは超巨大な山を真っ平らにする依頼を受けることに。果たして協力してきれいに整地することはできるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してメンバーを応援してくれ。いや今日もあの人に呼ばれてしまいました。僕たちあの人誰。いやこちらに来ていただければわかります。はい、ちょっととある人に呼ばれました。すごいでっけえ、すごいのあるな今日。なんだあれ、なんだあれ、お城、あれお城、お城っぽい、王様、王様、王様。あ、なんかすごい立派な建物が。ご褒美もらえんじゃない。あ、そういうこと。いつも頑張ってるなみたいな感じで。今日はなんだ、こんばんは、お邪魔します。おお、お前さんたち。どうしたんじゃ、よく来たの。あ、大富豪おじいちゃんだ。おお、よく来た、よく来た、大富豪おじいちゃん。うん、今回ね、はい、お前さんたちをここに呼んだのは。あ、帰った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 。おい、3人並んで帰らないでって。ほらほらほら、いやなんか嫌な予感がしたんで、うん、わしの計画を聞いてくれ。わしの計画を計画、おじいちゃんだっていつも人使い荒いんだもん。いや楽しいかもしんないよ。ああ、確かに。ちょっとこっち来て。使うことに対して対価が楽しいようだった。ダメだ、こっち来て、こっち。やりがい作詞だ。こっち、おじいちゃん、これ何ですか、この家は。まあ、私も豪邸よ。なんか切らせじゃなきゃ、豪邸なんか吹き抜けだな。毎回豪華になってない、どんどん豪華になってないですか。すげえ儲かってんな。まあね、みんなのおかげでね、儲かってることもあるから。みんなのおかげで私は儲かってない気がする。俺たち未だにピーナッツ喋ってんのに。さあ、これ見てくれ。何ですか、これ。何もないよ、池もないしさ、うん、これじゃあ、これ草むしりか。違う草むしりか。頑張りましょう。あ、ちょ止めて、止め、米屋敷の裏にある土地を全部買ってテーマパークをね、作ろうと考えたんじゃが。はい、見てこの大きな山、これちょっと邪魔での。いや土地買う前に検討してくださいよ。そんな土地は山あるおかげで安く買えたんでね、うん、そう、はい、そこでお前さんたちにこの山を真っ平らの平地にしてほしいんじゃよ。聞いたことないですよ、山を削るなんて。俺たちはダンプじゃねえんだぞ。ね、何でもできますから。いや何でもできる。専門のところにお願いします。確かに業者にお願いします。一番ね、いろいろ考えた最適解がドズル社さんですから。あ、そうですか。ちなみにね、この山、宝が埋まってるという噂があるんじゃ。そう、宝はもらっていいんですか。宝は見つけたらね、ちょっとこっち来てくれる。あ、はい、あ、はい、はい、え、なんかあっちにも立派な建物が。おお、この黄色いなんか建物あるな。なんだあれ。え、てか山結構でかくないこれ。え、でかい、結構でかいぞこれ。奥行きこんなあるような山だ。奥行きある、ハリボテにしてくれよ。さあさあ、こちら。俺たち段ボールですけどね。監禁所でございます。監禁か。あ、金が、金取れるの、金が取れるんだ、ここ。金がお金なんだ。金山っていうね、噂もありますんで。あ、そうですか。はい、ここでね、換金した便利アイテムを、使ってどんどんね、削ってくれると。はい、わかりました、助かりますんで。おじいちゃん、え、ちょっと待って、みんなこっちこれ、これなんだ、これなんかある、なんかすごいかっこいいのあるぞ。これ便利アイテムですよ。これなんかすげえ、これモヒカン取って攻撃してきそうな見た目の。なんかどっかで見た。ドリル使わないような感じするよ。すげえ、モグラロボットじゃ。あ、モグラロボットか、これ買えるんだ。そう、あ、見て、すごいかっこいいシャベルもある。ほんとだ、かっちょいい。プラスチック製に見える。いやいや、これダイヤモンド製でしょ、これすごいやつ、すごいやつよ、これ。ダイナマイトと、え、ちょっと待って、どうした、俺ら最初シャベルないのこれ。いやー、ごめん、そうだそうだ、ちょっと行こう、こっちじゃ、こっちじゃ。ああ、用意があるんだ。こっち用意しとるから、さすがに。びっくりした、さすが大富豪おじいちゃん、ね、さあ、ここにね、最低限のね、いや最低限すぎるでしょ。何これ、エリートラがありますか。エリートラ、いやエリートラあるんだったらもっと、いや知ってますけど、よかったでしょ。エリートラにコスト先すぎでしょ。確かに、もっとダイヤモンドのツルハシとか。ね、いや、もうこれがね、もう準備するので精一杯です、私も。ああ、そうです。
パン食べ放題にしときましたんで。この山ですね。ちょっと 一周僕、はい、みんなで見に行こう。あ、なるほど。確かに。いやー、でーけー、高いやろ。てか、奥行きありすぎる。奥行きがありすぎる、これは。やめましょうよ。掘ってくか。で、一旦ちょっと1週間先までの予定キャンセルしていこう。土って売れないのこれ。土売れない。さっき金しか買い取ってくれた。土売れないならちょっとピンポイントだけにしたいの。おじちゃん。どうしたんじゃ。飽きた。いや早いな。飽きた。早すぎる。早すぎる。ね、便利なアイテム使ったら楽しいかもよ。だんだん楽しくなるけど。便利なアイテムがまだない。わかりました。僕必勝法を思いつきました。何直下掘りです。それどうやって帰ってくるの？エディトラあるから頑張って。エディトラあるから。ああ帰ってくる。絶対金がどっかに。確かに。しかも深く埋まってる、深く埋まってる。金がね上の方にあるわけないの。全然。あ、なんか砂利ゾーン出てきた。砂利がめちゃくちゃ。あ、石ゾーンだ。石ゾーン。石もあるんや。あ、ちなみにね、はい、化石も見つかるらしいんで。化石？化石が出てきたらわしが鑑定するから声かけてくれ。わかりました。あ、なるほど。これちなみにみんなあの真ん中深層がになってます。おい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 、やられた。あ、岩盤出てきた。そういうことか。ダメだ、直下掘りしても全然金出てこねえや。あー、完全に理解した。いやいや、どうしたの？何を？俺には必勝法がある。いや、なんか声が遠いんだ。声が遠いんだ。何を、なんか用意してるツールを。なんだ。いや、上から掘ってくるのなんてキリがない。いやー、でもこれ掘らないとどうしようもなくない？金、これ出てきた。あ、金出てきたー。お、マジ？金ブロック出てきた。いけいけいけ。え、ブロックがあんの？ちなみに掘れない。あ、そっか。え、どうやって掘んの？え、どうすんのこれ。無理じゃん。この穴です、この穴。その穴ね。この穴、ここの穴。まずはお宝を見つけてみたいな。そういうことか。シャベルを。でも金。金がまずないと。普通の金が出てくるのかな。ああ、まずは、ね。普通の金もダメだよね。ピッケル。いや、普通のチェストとかに入ってるんじゃないですか。金が。ああ、そういうことか。お宝ってそういうことか。え、ちょ、麺どこ行った？あの人。え、あいつどこ行った？あ、麺がいねえぞ。え。俺には必勝法があるとか言って、もうそれから動いてない。あいつ、ああ、どこじゃ、すみませんね。帰ってきた。いや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 、すいませんねじゃなくて、どこ行ってたのよ。ああ、え、いやいや、じゃなくて、ああじゃなくて。ちょっとすみません。あ、なんだ、電話。何電話って。なんかピピ言ってるよ。この風呂は俺じゃない。あ、プルプル。それは俺だ。ああ、ボンさんか。労働後のお風呂入りたくて。いやいや、自由だな、みんな。かなり。みんな、掘る気ないか。ええ。掘ってるよ、僕も一生懸命。説明しましょう、はい、必勝法とは。お願いします。何かと理由をつけてサボる。いや。協力しよう、マジで。いや、全員がその必勝法。マジ終わんねえぞ、これ。うん。その必勝法使い始めたら終わんないから。全然お宝出てこん。ガチのじゃ必勝法お教えしましょう。お願いします。お願いします。マウスを絆創膏で今固定しました。いや俺は今、うん、左手のキーボード移動だけで掘っている。まあまあまあ、それぐらいは許されるでしょう、多分。いや、お宝どこにあった？お兄ちゃん、お宝ね、砂利の中にあったから。砂利か。金ブロックだからな。金自体どこで手に入るのかもさっぱりわかんない。うん、どっかやっぱ土ゾーンになんかあるんだよ。サボるなってことよ。みんな上から掘りましょうよ。あんたがサボってる。この調子だと砂利まではもう普通に木で掘ることになっちまう。いや絶対なんかあるはず。土ゾーン、いやでも土ゾーンがさ、なんもないわけないと思うんだよね。だから砂利まで掘って上に。土買い取ってくれる人知ってるよ。え、誰？知り合いにいるんだもん。いるな。土買い取ってる人いるな。いるな。確かに。土が好きな人。土が好きな人。まあ、20人ぐらいいたら1人ぐらいいるよね。うん。なんかねえかなんか。あ、チェストあった。お、ナイス。来た。来たか。なんだこれ。あったら待って。ちょっとやばい。ちょ、じゃあめん、バーソン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 、バ
あ、本当だ、チェストある、チェスト。何が入ってるかによるマジで。さて、何が出てくるかな。楽しい。あ、金だ。お、金だ。いいじゃん、いいじゃん。これでなんか金ブロックを壊す手段があれば。そっか。増えていくぞ。じゃあ一旦金は回収させてもろて、はい、ちょっともうお金にしてきてよ。課金してなんかアイテムないか。9つ。頼むよ。9つ。え、金、チェストさ、どこから出てきた？山の上から出てきた。山の上の方にチェストがありました。上の方から頑張る。上から掘るのがいいですよ。でかいか。900万円じゃあ。900万何に使う？なんか買える？900万なんかあるかな。え、あのシャベルは？あれ、なんかショップにおじいちゃんもいる。いらっしゃいませ。なんで？鉄のつるはしなんていかがでしょうか？暇すぎて店員やっとるやん。鉄のつるはしがいいんじゃないですか。たまにお金持ちが正体隠して店員さんやってるやつ。そうか、金ブロックを掘れてる。そうそう。オーナーがやってるやつ。あ、本当だ。確かに鉄のつるはしが200万で買える。ああ、そう。それがいいんじゃないの？何本買える？何本買える？これで金ブロック一応取れるよ。本数自体は4本買えるんですけど。うん。なんだこの。たくさん掘れるシャベル、ダイナマイト、鉄のつるはしでちょうど900万なんですよね。あー、でも鉄のつるはし買えば一本あれば掘れるから、うんうんうん、ちょうど1個ずつ買えるって感じですね。あ、じゃあそれ1個ずつ買ってみよう、とりあえず。よし、で、ダイナマイト。よし、このダイナマイトはこのショップで使ったらなんか山ですか、山で。はい、失礼しました。山で怒られました。俺のいるとこ来てくれ。ここに金ブロックがあるんや。ほら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 、ここだ、この下や。掘るでー、お願いします。掘れたでー、ナイス。1個っすね。これでなんかシャベル買い足したりできないかな。よし、金ブロックを渡すよ。よいしょ。あ、もらおう。シャベル買ったの1個。シャベルはたくさん掘れるシャベル。それちょっと見たいな。それ見たい。やってみていいですか。じゃあお願いします、はい、どうぞ。たくさん掘れるシャベル。こうじゃないらしい。おお、あ、いいじゃん。2かけ2、2マス、3マスずつ。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。お、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。買ってくる、買ってくる、買ってくる、買ってくる。ちなみに、うん、耐久もう半分ぐらいです。ちょっと待って、どうしよう、でもそれ圧倒的早いな。直下掘りしよう。あ、チェストあった。ナイス。それで新たなチェスト、新たなチェストでシャベルを。どこで換金するのこれ。あ、換金所こちらですよ、お客さん。そっか。曲がったとこ左です。おじいちゃん、そんな暇してるなら手伝ってくださいよ。ちょっとね、ちょっと肉体労働はね、腰が忙しいから依頼してきたんじゃないの。古傷がね。ダイナマイト1、シャベル2買っちゃおうかな。オッケー。それダイナマイトもそれまた使ってねえや。ダイナマイト使ってみるか。よし、こう。ダイナマイト。あ、ひ、いや、多分吸血石もらってるから。いけじゃないか。おお、気をつけて。どうなるんやろ。おお、まあまあまあ悪くない。1個100万なら。チェスト見つけるには、うん、いい感じじゃない？1個100万なら結構いいよ。着火しますよ。はい、どうぞ。一番近いのはボンさん。気をつけてください。やめて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 。なんでなんで。うわ、最近だな。金ブロック2個出てきた。金ブロック1個出てきてる。ダイナマイト悪くないか。もうシャベルなくなっちゃう。シャベル耐久なければ最高なんだけどな。そうなんですよ、ね。もうなくなっちゃった。すごい。終わっちゃった。いい感じですね。いい感じいい感じ。違う。着火。でもまだまだ。おお、やめて、食らったぞ、食らったぞ、ちょっと。痛い痛い、僕も掘られた。てかショベル感もう買えるじゃん俺。え、マジ？マジ。買ってみようよ。ちょっとやってみていいですか、そしたら。うん。3000万ですよこれ。3000万やばくない？え、どこで使おうこれ。え、ちょっと土さん使ってくださいこれ、なんかやだ。いや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 、いいよいいよ。いや、怖い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 。ちょっと責任は土さんに。いや、なんでよ。じゃあ僕ちょっと、あ、わかった。ちょっと性能を見るためにも中で使う、はいはいはい、中で。ああ、確かに大事。で、さらにこの。あ、石のとこを巻き込むように。石もちょっとどれぐらいのもんか。参ります。はい。ショベルカー発進。おお。
お、すげえ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 。うお、すごい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 。すごい。ちょっと。やばい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 。やばいやばいやばい、これは。ゴリゴリにいってる。うわー、筋力ちゃんと残してくれる。大体なんか一着立方体掘ってくれそうな。これはすごいな。これは気持ちがいい。これ気持ちいい。3000万の価値ありますな、これ。3000万の価値あるよ、結構。石飛ばしてくんのいいな。なんかよくわかんないからね。わからんな。あ、また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 、砂利に埋れた。事故が、事故が起きている。やばい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 。ボンさんが生き埋めになっちまう。砂利が、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 ボンさん。事故が起きている。あの方か。とりあえず、やばい。この、あえ事故です。事故が起きました。事故が起きました。ここにはちょっと、あ、おじいちゃん、ここに何建てるって言ってたっけ。なんじゃテーマパーク。テーマパークでちょっと よくないな。テーマパーク。テーマパークのなんかコンクリ下に埋まってんのはよくないです。おじいちゃん、これ労災売れないですか。労災はね、まあ君たちでも特殊だからね、あのまたピンピンしてるんで降りないでしょ。ブラックだな、ここだ。なんちゅうじいちゃんだ。だって元気だもんね。今元気だもんね。何のお宝も発掘できず。また終わりましたまた無一文ですか。無一文です。あら早かったな。何のお宝も発見できず終わりました、僕は。じゃあ、ボンさんにお小遣いあげます。お小遣い、どれ？ボンさん、どこ？上行きます。僕、ちょっとこの細かい整地好きなんで、この残ったやつを手掘りしときます。助かります。お小遣い、助かります。はい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 、はい、300万と金ブロックと金ゴット。やったやった。おー、いいんですか。どうぞ。よし、やったぜベビー。ダイナマイト20個とショベルカー1個、これで5000万取り戻すなんかギャンブル、いかないんだ。ギャンブルみたいになってない。え、いや、テーマパーク事業なんてギャンブルみたいなもんすよ。いやいやいや、違うよこれモグラロボット高いのか。これモグラロボットいくらですか。みんなでお金貯めてモグラロボット買ってもいい。2億。軽く言うな、2億なんて。モグラロボットはね、頑丈でね、壊れないから1回買えば。あ、1回買えば壊れないですか。そう、え、欲しいじゃん。それ欲しい。2億貯めよう、みんなで頑張りますか。誰か、誰か900万円落とした人ちょっとボンさん、はい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 、あ、俺だ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 。いや、僕があげたお金そんななんかドブに捨ててます。900万円あの落ちてました道端に。とんでもない体験。やっぱでもお金持ち900万落ちてても、うん、あ、待って、稼ぎ出た。あ、やべ、え、やべって何。あ、いや、稼ぎだよ。何やべえって。いや、なんでもないです、なんでもないです。どこあの、どうした。これ多分、多分これが稼ぎだと思うんですけど、うん、これどうしましょう。ちょうだい。なんじゃ、見つけたのか、化石。なんだって。化石見つけました。化石見つけました。化石だ、化石。丁寧に周りを。これ丁寧に壊さないよね、みんな。確かに。はい、鑑定してもらおうかな。大事な、ね、あ、ここ鑑定があるんですか。鑑定しましょう、私が。え、おじいちゃん鑑定できるんですか。私ね、鑑定員の資格持ってるんです、化石のなんで知らなかったでしょ。いや、知らなかったですけど。おじいちゃんは何でも知ってるな。おー、すごいいい状態ですね、この化石はね。ですよね。いい状態です。大原メンザウルスと名付けました。いやいや、発見者の名前つけとるな。結構でかいぞ、この化石。まだね、こっち続いてるっぽいんだよね。あ、じゃあちょっと。あ、ほんとだ、長い。うん、ヘビ見て。あ、こっちまだ続いてるわ。頭とかないのか。こっちが尻尾か。じゃあボンさん気をつけてくださいよ。移動するのに。いや、移動するのダイナマイト使わないでしょ。おじいちゃん、どこまで見えてれば鑑定できますか。いや、もう全体がね、見えてると助かります。あ、やっぱ全体見えないと。下まで来るか。なんかあの、強いシャベル持ってないか。あ、ここまでだ。強いシャベル大丈夫かな、これ。かしこっちゃうかな。大丈夫だと思う。あ、ん、ちょっとこれ、ここにあった骨が、お前大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。あ、修復しました。ああ、はいはいはい。じゃあ、ボンさん、気をつけてって。木琴みたいな音だけど。
丁寧にやる。またやってるって。丁寧にやるんで。一回丁寧の地味を調べてほしい。これね、こことかけてたの。これ最初からこれ。もう最初からです。あ、これ最初からですか。あ、完璧な状態ってやっぱ難しいですからね。あ、うん、まあこれでも綺麗に残ってる方かな、化石はね。まあまあまあ。じゃないですかね。大体形がもう残らないですからね、この。あ、ここまでいっぱい残ってんだな。うん。ね、貴重だね。お、じゃあそろそろいいですか、これ。はい。おお、欠けはないな、欠けは。なんかこの肋骨がね、綺麗ですね。うん。ありがとうございます。じゃあ私鑑定させていただきます。あ、お願いします。はい、はい、はい。おお、はあ、はあ。なんかおじいちゃん骨持ってない。これはね、鑑定用の骨なんです。鑑定用の骨。鑑定用の 骨。特殊な骨があるから、これで。虫眼鏡かと思ったね。どういう骨なんだ。それではハンマープライス。聞いたことあるな。千、う、千、千、2000、う、2000、3000万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 円です。おー、マジ、うわー、あ、なくなった、なくなった、はい、回収できるんです。あ、なるほど。おー、骨が消えた、骨消えた、とんでもねえ額、3000万円、非常にね、状態も良かったということで、ありがとうございます、はい、でもあれだね、おー、ちゃあ、危ない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 、何をしている。次見つけようかな、次見つけようか。判断が早い、でもちょっと待って、やっぱ2億貯めたいよね、どっちにしろ。確かに貯めたい。ちょっと俺、あの、ちょっと深めの位置で、あの、ショベルカ使ってきます。1個あるんで、お願いします。はい、これで引ければワンチャン化石を。あれ、また土が出てきた。あ、岩盤だ、岩盤、岩盤、何の岩盤だこれ。3000万でショベルカー1台分だもんね。そうなんだ、そうなんだよね。俺もこれで夢をつかむんだ。ショベルカードリーム。ショベルカードリームやるか。僕もショベルカードリームしよう。いけ、ショベルカードリーム。あ、岩盤はいけない感じなのかな。あ、待って、金ブロックめっちゃ出てきたんだけど。おお、いいじゃん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 。ドリームつかみました。ナイスドリーム。ナイス、ナイス、ナイス。ナイスドリーム。ちょっと、おじいちゃん何してます。あ、私ね、ちょっとあの、この屋敷の裏で釣りしてます。いや、いい老後だな。あ、遊んでるな。依頼したからまあいいんだけど、うん、よしよし、変わった。釣りはやっぱ一生楽しめる趣味って本当だったんだ。そうですね。 OK、 5100万円。 お、いいじゃん。これでどんどんショベルカーを買い足していけば。え、これちょ待って、平らのところってこれ土と砂利で全部平らになる説、石まで掘らなくていいかも。あれ、あ、なるほど。ここはね、見て見て、誰か、ここがね、地面の高さ。待って、化石出てきたけど。あ、そっか、これ化石持ってってるわけじゃないだろうな、これ。ショベル、ショベル、化石出てきました。ショベった、持ってちゃった、ショベル。見よう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 、みんなで発掘しよう。おお、本当だ。おお、これはちょっと一回でかくね。でかいよ、さっきより。もうちょっとでかいね。これ僕だったら3億ぐらいつけちゃうかもね。ああ、俺10いくっすけどね。いや、でかいでかいでかい、めっちゃでかい。こっちまだついてる。でかい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 、これこれこれ、これはあるでしょう。何億これ。すごい値段つく、これすごい値段つくな。いや、地道な作業だな、これは。まあ、化石発掘はね。まあ、そっか。知らないな。丁寧にやらんと。そうそうそう。なんか、超高圧のなんか扇風機みたいで、バーってやったら取れないですか。扇風機で石無理でしょ。最後、砂取る作業でしょ、それは。よし、もう大丈夫でしょ、これ。おっと、チェックさせてもらおうかな。大悟おじいちゃん、お願いします。お願いします。一切欠けてもない、すごいね。これかなり、あー、これは、あ、知り合いの、そう、知り合いの鑑定士は10億って言ってました。あー、これすごいでしょ、これ。これだって、ほんとレアですよ。
はいはい、あ、これはブラキオですね、これね。ブラキオでしょ。あ、このデカさ、ブラキオだな。おブラキオでこれだけ保存状態がいい化石って僕あんま見たことないです。あ、私もね、あ、なかなかないね、これはね。おどうですかこれ。ハンマープライス、あ、来た、1000万、2000万、3000万、4000万、5000万円でフィニッシュです。おお、まあまあまあ、さっきより高かった。回収、回収、いいんじゃないですか。回収された。お金ない人います？ショベルカー溺れますよ。ショベルカーあります。すごいすごいワードだ。ショベルカードリーム、けけけけけけけ、お、地上出てった。なんだこれ。お、ん、めっちゃ岩盤出てきた。あ、何この岩盤。ノードリーム、いや、に宝箱です。ああ、ドリーム。待って、俺9000万ぐらいあるから、これワンチャン足りたくね。いける、みんな合わせれば買えるか。ショベルカー勝ちもた。よしよしよし、このショベルカー、このショベルカーを使う。今僕2600万ある。2600万、300万。あ、金庫だ。なんか出てこい、なんか出てこい、なんか出てこい。え、1宝箱、マジマジか。しょっぱい。オッケー、今8200万です。2600万、多分8000万ぐらい。あ、じゃあ俺もちょっと引っ張る。あと、ほんと1000万ぐらいだと思う。あ、じゃあいける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 。あ、じゃあじゃあ、みんな集合、みんな集合、みんな集合。金出てきた、しかも金出てきた。あ、ナイス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 。確実いける。うよー。あ、6000万きた、6000万。え、そんなに？ここ9000万。1億だ。お、あと1000万あれば。はい、どうぞ。では、受け取りました。はい。購入させていただきます。モグラロボット、ものすごい掘れると書いてあります。おお、これ壊れないんでしょ。壊れないらしい。使ってみよう、使ってみよう、使ってみよう。どこですか。いや、もう壊れないならどこでもいいよ、どこでも。壊れないんだったらね。どんな感じなの。いくよ。そこでいいんじゃない。はい。あ、やっぱ乗れた。あ、乗れるの。乗れるんだ。動いてみて。動けない。え？え？降りてみて。ああ。あー、乗ってみて。あ、そういうことか。あ、そういうことだ。痛い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 。結構使い勝手難しそうだな。あー、でも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 、これ狛犬の処理係で持っとくのありっす。あー、持ってくのありだね。あ、めっちゃいい、めちゃめちゃめちゃ、すごい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 、うわうわ、めちゃすごいすごいすごい、え、めっちゃ頑張るやん。めちゃくちゃ当たる。あ、化石入れてきましたけど、化石ナイス、化石ナイス。埋まった。痛い。あ、待って、あった、これだこれだこれだ。どうした、それ、もしかして化石以外残してるかも。あ、本当だ、化石壊れてない。死んだ。え、モグラロボットはどこ行った。ちょっとモグラロボットを拾え。あ、モグラロボットね、常に手にあるんだよね。チュボンさん、なんで化石の近くで。カシカシカシカして。もう食べないから。見やすいように、見やすいように、見やすいように。2クリックして向いてる方向に進んだんだけど。あ、こうか。化石の周りでやってください。化石の周りで。お、すげえ、あ、いい、いい、いい、あ、楽しい、これ。生まれと動けなくなっちゃうから、それだけ気をつけながら。あ、いいね。石をゴリゴリ削っている。あ、もう完璧じゃん。あ、それでいいですか。もう化石、これもう鑑定出せるぞ、これ。鑑定出せます。おい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 、かなりミニマムサイズではあるけど。確かに今までの中でも一番ちっちゃい、ちっちゃめさ。あ、はい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 。父さん、どうぞ。どうでしょう、どうですか、大富豪おじいちゃん。おお、これ綺麗だね、これもね。かなり保存状態はいいと思います。はい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 。おお。大きさが全てじゃないですから。おおね、それ確かにそうだね。うん、調べてる。ああ。これティラノ類の新種か、これ。はい、新種。新種。新種か。新種なら高いのでは。いや、かなりあるか。おお、これは。鑑定出ました。来た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 。はい。はい。ハンマープライス1000、1000、お、でかい。ああ、100、200、300、2300万で。いや、かなり刻むな。刻んできたな。かなり刻むな。2300、アボさん、どうぞお金。はい、ありがとうございます。
集めて、なんかもう一台モグラ買いたい。モグラもう一台買いたいね。いいね、モグラで頑張ってもらってモグラ増やしていこうかな。確かに。これ誰やつモグラ？あれモグラどこだ？今山頂切り崩してる俺が。ああじゃあいいですよ。モグラの後ろ、モグラの後ろをついていこう。モグラでこれ崩していくから、チェストとか回収してほしい。うん、わあ。え、これモグラが最強なの？モグラ最強っしょ、これ。ね、あ、モグラ最強か。一家に一台モグラ欲しいよね。欲しいね。空飛べるし。空飛べる？空飛んでる。地位をかけるモグラですよ、これ。いや、これモグラだな、結果。ゴリ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 。おお。一旦これダイナマイトとかで全部一回渡しますわ、俺。持ってるやつ。ああ、ください、じゃあ。使っちゃう、もう。温存してても仕方ないから。モグラだ、モグラだわ、これ。モグラだ、モグラ。モグラが最強っす、これ。今日はモグラだ。今日はモグラだ。よいしょ、よいしょ。上にもまだチェスト1個出てるかも、あれ。はい、取ってきます、どんどん。いや、割とね、化石引かないと、ガッと進まない感はあるけど。まあ、確かにね。ちょっとじゃあ、1回俺下掘るよ。下行っちゃうか。入っちゃって。うわぁ。2機目からだな。あ、下めっちゃチェストある。うわ、すごい。すごいあるわ。これ岩盤に引っかかるとあれなんだな、進めなくなるんだ。ああ、岩盤が大変なのか。それ以外は掘り進めるって感じですが。これ岩盤なんの？岩盤。こんなとこに岩盤あったら、テーマパークとタンクね。あ、確かに。岩盤は EUNT でやらないといけないんだ。あ、ダイナマイト。ダイナマイトで。ああ、そういうことか。結構えぐめの岩盤、結構えぐいかもしんないこれ。あ、岩盤結構あんの、妙にでかい。でかい。岩盤壊れないよ、あのダイナマイトが。あ、化石だ、化石出てきた。あ、化石ナイス。おじちゃん、おじちゃん。おらら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 、化石か。化石です。これはいい化石です。よしよしよし、これでかいし、潜る、期待できる、期待できる。すごいいい状態です。いや、めっちゃでかいよこれ。あ、いいね、モグラ。よしよしよし、モグラロボットは、モグラの形したロボットなのである。そのまんまだ。うわ、金ブロック1000球。これでちょっと待って、モグラ2機目いけそうだ。でかいでかいでかい。おじいちゃーん。はい、どっち向かってます。どこだ、どこだ。これ、おじいちゃん、僕、質問があるんですけど。はい、なんでしょうか。岩盤を壊す方法あるんですか？岩盤？いや、岩盤、これどうやったら壊れるんだろうね。岩盤だって邪魔じゃないですか。このままでいいのかな。ああ、ちょっと邪魔だね。これ。トズさん。はい。みんな。はい。大富豪おじいちゃん名物忘れてないか。大富豪おじいちゃん名物。謎の敵。何？そんなことは。なんかそんなバカだ。なんか嫌な感じした。仕事か。いるはずがないだろう、こんな山の中に。山の中にはいないか。毎回いない、なんか謎の敵。確かに毎回そういう記憶が蘇ってきた気もする。二つ目の化石見つけた。はいはいはい、あ、化石。早い、おじいちゃんの仕事が追いつかない。おじいちゃん急いで。これトリケラだ、トリケラ。トリケラなんですか、これ。トリケラ。ハンマープライス。ハンマープライス。1000。2000。はい、3000。3000。3000万です。おお。おじいちゃん、おじいちゃん、こっち。そんな化石埋まってることあるか。いや、もうすごいんですよ。もう化石まみれ、この山。すごいな。こっちです、こっちです。安く買いましたね、これ。はいはいはい。金ブロックとか取ってってください。はい、取ります。2機目のモグラ、進んでおります。え、もう2機目行ったの？これ2機目でございます。はい。おじいちゃん、こちらお願いします。はいはいはい。おお。いかがでしょう。ねえ、小ぶりな。かわいいね、化石だね、これはね。ああ、はいはいはい。なんかちょっと変態入ってる。かわいい化石とかね。これはね。ああ、これステゴちゃんだね。ステゴちゃん。ステゴちゃん、そんなちっちゃいんですか。ステゴちゃん。そう、ステゴちゃんだと思いますよ、これ。そうですか。ああ、なるほど、なるほど。ハンマープライスは？ハンマープライス、ステゴか。なんか見てますね、これ。いやいや、見てないですよ。ハンマープライス。あ、ハンマープライス来た。1000、2000、100、200、300、500。あ、500？ 2500万です。おー、ありがとうございます。さっき2300万だったけど。うん。じゃあ、ボンさん、どうぞ、これで、モグラでも買ってきてください。
5000万と500万と3000万と3000万。はい。いや、これ早く4人分のモグラが欲しい。4モグラ。いや、でも、浮いてる金ブロックとかチェスト回収すればもういけそうだけど。もういけそう、いけそう。いやー、工事現場っぽくなってきたな。確かに、すごい大規模な工事が行われてる。あ、すごいすごい。上から見たらめっちゃいい感じよ。かなり進みましたね。かなり進んでる。おぉあ、いてててて。いや、楽しいよ、これ。あ、もう、3億9000万あったんで。あ、9000万ください。全然いけます、いけます。あと、1900万余ってます。ください、ください。1900万じゃなくて、1億9000万余ってる。あ、1億9000万。あ、じゃあもう1台買えるじゃん。でも買えるじゃん。いけるかも。もうちょいかかる。もうちょい。入り口に行きます。あ、どうぞ、こっち側にも金ブロックあります。はい。あ、ボンさん、そこら辺置いといてください。1億9000万。お金を？お金を？はい。そこら辺適当にほっぽり出しておいてください。じゃあ入り口に置いときます。おじいちゃん取るような人じゃないからね。確かにおじいちゃん金持ちだから。ああ、止まらないよ。え？おじいちゃん違うよ、隣に。気をつけて。じゃあ、お前、何してたお前。大丈夫か？弁償代やばいですよ。危なかった、危なかったぜ。おじいちゃん近いたい。おじいちゃんに穴が降って。開けられんのかな？試さなくていい、試さなくていい。分かんないから、本当に。本当に分かんないから。本当に分かんないから。どうなのか。あ、2機のモグラが。いや、もし。おい、ちょ、おい、おい、ちょ、誰か、誰か止めろ。誰か撃ち落とせ。やめて、やめて、やめて。こっから先行けない。エンティフィールド、全開。エンティフィールド、全開。守られてる。よしよし、危ない危ない。なんだ、こいつら。ダメだ。たどり着けない。ちょっと、もう帰れ、帰れ、帰れ。はい、はい。現場帰って現場に。ちょっとやめてってボンさん。ちょっとボンさん。ダメだった。いやダメだった、ね。ちゃんと対策されてるの面白すぎるでしょ。なんで対策してないの？なんで対策してないの？危ねえな。ここ対策してるの？あり得るの？読めてんな。いや読めてんな本当に。読まれてんな。よし4期目のモグラ出動です。ナイスモグラ。ありがとうございます。よし、完全体となった。あとは一個ずつ丁寧に消していきますか。まあでも早いですよ、もうこっから。すげえ気持ちいいな、モグラ。いやー、めっちゃいいわ。めっちゃ楽しいんですよ、これ。マジ、真ん中のガチで気になるんだけど、何これ。真ん中のそれなんだろうね。結構でかいよ。梅干しの種みたいなやつができた。うん。いや、でも、めっちゃ綺麗、これ。いや、かなり終わりが見えてきました、やっと。よいしょ。いや大変な作業だった。こういう設置でやっぱ上から崩したい派ですか。もう一箇所から潰したい派ですか。綺麗に行きたいよね。綺麗に。結構俺派が派閥分かれるなと思ってて。確かに。設置。上からだな。上から。あ、上からか横からか。はいはいはい。横から綺麗に。綺麗に行きたいよね。面は。俺はマジで惹かれるんですけど。うん、目に映ったところからやっていくんですよそういう人もいるよね別にね。もうマジと作業が途中でもうなんか荷物預けたら目に映ったところからまた再開するみたいな。まあでも少しずつ進んでる感もあってね。めっちゃ汚いって言われる目のチェストないな。ほぼん上はなんかね終わってそう。あ、なくなった。あ、一瞬行けた。掘りに戻ります。地面の砂利を掘って土に変えてます。えらい。もうね、やっぱ達成感らしいね。ありがとうございます。さすが社長。ありがとうございます。いや依頼した甲斐ありますよやっぱりこの綺麗な感じがいいかなと思います。仕上げがね、仕上げが大事かなと、はい、美しいね。なんだこの岩盤は。でもあれおじいちゃんも知らない。これはもう仕方ないんで、これはいいですよ。これもできないでしょこれね。あ、わかりました。はい、これだけは、これ以外やってください。わかりました。はい。はい。なんだろうね、これね。テーマパークにしては土地がちっちゃいんじゃないですか、これ。確かに。いやいやいや、大丈夫、大丈夫。何、君が悪いって言った？君が悪いね、この。出てくんな、なんか。おー、でももう、完成近いんじゃない、かなり。確かに。もう、終わりそう。終わりそう。行ってみっか。何をですか？岩盤。チャレンジ行けます？岩盤チャレンジ。ダイナマイト無理でしょ？ダイナマイトダメでした。シャベル。行ってください。楽々シャベルも試してね。あ、ダメだ。ダメだ。シャベルこれ外れない。使
込んでちゃった。3000万無駄にした。ダメか、ドブか。あ、ダメか。ポンさんの取り分から3000万引いときます。やめてよ。お願いします。給料からお願いします。弁護お願いします。おお、本当にここに山があったのか、疑わしいぐらい綺麗になってきた。確かに。モグラ強いぞ、モグラが。平地。よいしょ。あとでもチェストとか取ったらもう終わりかも。オッケー。ここちょっと土にさせてくれ。最後のこだわりを。おお、平らだ。おお。あ、チェスト見つけた。あ、岩盤に紛れて深層感が。でももう終わるよ、みんな。オッケー。おお。うわ。どうだ、ちょっとだ。よいしょ、あと土手さんの山埋めすればもう終わりでは。これで終わり。上のもない、上のもない。チェストがある。あ、チェスト、チェスト、チェスト。発見。今から山を元に戻してもらうとかないよね。いやいや、ない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 。どんだけなの。あ、埋め立て完了。ナイス埋め立て。おお。ちょっと上から見てみよう。こちらも撤去収容かも。あー、かなり。見てみよう、上から。めっちゃ綺麗。やったー。めっちゃ綺麗だ。終わったー。いいの。達成感。達成感半端ない。よかったよかった。やったー。やったー、終わったー。いやー、ありがとうありがとう。よし、これなんだ結局。じゃあ終わりとするか。終わりにしましょう。終わりにしましょう。よしよし、じゃあみんな。なんか変な音が削れてる、削れてる。え、何これ、何これ。マグーマッチ。誰だ誰や。マグーマッチ。なんじゃこいつは。なんだこれは。珍しいな。みんなこっちに来るんじゃ。え、何。よし、こいつを倒すためなんですかこれ。埋め立てる使うんじゃ。埋め立てる。一刻も早く。埋め立て使わないと。新アイテム出た。埋め立てる。これ土を消費して使用。あ、土がないと発射できない。このチェストにあるよ。結構土ない。結構土捨てちゃった俺。いけ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 。土は貯めとるからこちらに。よし。あ、埋め立てる埋め立てる。よし、埋め立てるんじゃ。埋め立てる埋め立てる。埋め立てるで足場を作って。足場を作って足場を作って。これ土がなかった。土どんどん、土めっちゃ必要、土めっちゃ必要。化け物が封印されていたとはの。これなんかテーマパークのマスコットみたいな。あ、父さんが横に乗ってた。違う。あ、父さん、これ以上増えないか。お、埋め立ってる埋め立ってるよ。あ、死んじゃ死んじゃ死んじゃ。埋め立てて、なんか本当に必要なさそうやけど。頑張れ頑張れ。大丈夫か。あ、危ない危ない危ない。あー、すごい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 。埋め立てる、叩くな。埩め立てる。マグマハチチがめっちゃ黒くなってきた。マグマハチチの顔色が黒くなってきた。よし、こいつ何もしてないのに。いや、確かにこいつ何にも悪いことしてない。何も悪いことしてない。こいつの何もしてないぞ。こいつの、むしろ、うん、こいつの山がなくなってる。あー、動きやした。出てきた出てきた出てきた。すげえ。え、ちょっと待って、危ない。これ、おー、危ない。待って、せっかくの土地が、土地が、あ、危ない危ない危ない。あ、落ちや、いけ、ボンジルゴ、いけ。さあ、何をするんだ、突撃。進めない進めない進めない。だ、え、これどうやって、どうやって攻撃すればいいの、これ。あ、足が狙われとる。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。あいつが黒幕です。助けて、助けて。いた、いてー、いてー、いてー、死んじゃ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 。やだ。あ、でも削れてる削れてる削れてる。モグラ離脱。モグラ空飛べるの強いな。焼け野原になっちゃうこのままだと。いけ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 。ちょっと待って、ボンさん、ボンさん、まずボンさん、ボンさん、ショップの方に、ショップの方に行ってる。俺か俺か俺か。こちら。これで。ついてきやがれ。浮き始めた浮き始めた、やめてくれ。届かないよ。これどうだ。あ、ちょちょ、ダイナマイト。ダイナマイトまずい。地面が。ああ、せっかく埋めたのに。よし、邪魔。ついてきな。お前、お前、お前。勝負だ。何してんねんお前。やばいよ。あ、豪邸が燃えちゃう。豪邸燃えちゃう。豪邸燃える。あ、豪邸が、豪邸が。いけ、ま、暗いマグマッシュ。誰か、誰か、誰か、誰か。いやー、豪邸、私の豪邸、豪邸吹っ飛んだ。豪邸が吹っ飛んだ。悪いなこれ。消化、消化、危ない。ちょっと待って、おじいちゃん上にいるから。おじいちゃん上にいるから。おじいちゃん、なんでわしに来るんじゃ。届かないよ。マグマチチめ。ちょっとじゃあ、アチチやろ、アチチやろ。
アチチやりたいんだけど全然届かない本当に。アチチが高い。こっちじゃ、かかってこい。ハハ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 行ったか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 行見てください。ありがとうございました。山もすべて綺麗になりましたし、マグマアチチもやっつけました。はい、みんなのおかげでね、無事テーマパークを建設できそうです。ありがとうございました。やったー、ありがとうございます。いや、今回もすごい素敵な仕事ぶりでしたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵にこなしました。いや、またよろしくお願いします。え、報酬は、報酬、報酬は、報酬、いや、もういろいろね、手に入れたでしょ、みんなも工具とかね。確かに、あの、テストを破壊することで3億7000万円手に入れたから。確かに、僕も1億以上持ってるわ。あ、ちょっとこっちに。あ、ちょちょちょ、おじいちゃん、おじいちゃん、はい、ありがとうございました。400万、1人100万です。いや、すごい額ではあるんだ。まあ、確かに、大きい額ではあるけど。5人で発注したんで、これ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今日お休みの人の分も、はい、社長に、社長は、はい、ありがとうございます。おじいちゃん、ごめんね。何？なんかあんの？え？何やってんの？なんか。え？なんかやったのか？なんだ？おい、これこれ！待ってこれ！嘘！マグマーチが戦ってる時に埋め立てるんで待ってください、ね、確かに埋め立てるで。おお、すごい、埋め立ってない、埋め立ってない、埋め立てられんな。これちょっと見た目のやつか、これ。ああ、見た目のやつか。いやいや、見た目のやつかは良くないでしょ、発言が。でもね、皆さんがね、あの、これ整地してくれただけでも十分ですんで。あ、そうですか、はい、もうこれは、はい、あの、ちょっとね、別の業者にやらせておきます。ああ、ありがとうございます。心に4億あるのは知ってるからな。確かに4億で直してください。4億で直せますね。はい、ということで、今回はこちら、大きな山をですね、平らにするということで、無事、大富豪おじいちゃんの、依頼通り、まっ平らにすることに成功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。また、おじいちゃん、大富豪おじいちゃんの依頼があれば、私たち、地の果てまで、飛んでいきますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画こんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー、バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや、嬉しいんだけどな。いや、本当に嬉しいんだよな。